三分忠み三分忠みは、平安時代中期の家人。江門不正、三分忠峰の子。父、忠峰と共に36河川の一人に数えられる。天略8年に五寿司所定外全部、天徳2年に、摂津多めに除任されたことが知られるほか、小六以上、伊予城に除任されたとする系図もあるが、詳細な経歴は未詳。家人としては天略7年10月の大理菊合わせ、 天徳四年の代理歌合わせに出会するなど、秒部下で活躍した。直線歌人として、五線は歌集以下の直線は歌集に三十六首に集。歌集に、ただ集がある。天徳代理歌合わせでと読み、と読んだ、平金森に敗れたために文詞したという。なお、袋増氏では文詞まではしておらず、歌集には年老いた自らの境遇を読んだ歌もあり、この逸話の信憑性には、 疑問が提出されている。ただみは、家は貧しかったものの、早くから和歌の才能を人々に知られていたので、幼少の時代理より、お飯があった。乗り物がなくて三代できないと申し上げると、筑波に乗ってでも三代せよと王制があったので、筑波は不死影にしていと弱し婚遊影に乗りてまいらむ、と歌を読んで立てつった。この逸話は、袋増子に収録されていて、 江戸時代頃の畳の画像には子供の姿で竹馬にまたがっているところを描いたものが多かったというありがとうございます。